ジャン2世は、キプロス王、名目上のエルサレム王、キリキア・アルメニア王。キプロス王、ジャニュと、その2番目の妻で、ラ・マルシュ・ハクジャン1世の娘であるシャルロット・ドブルボンの間の長男として生まれた。大いにつく以前は、名目上のアンティオキア皇の称号を帯びていた。1437年、モンフェラート公ジョバンにジャコモの娘アメディアと代理結婚により婚姻した。 アメデーアは1440年にキプロス島に越し入れし、同年7月3日に正式な結婚式を挙げたが、ニーズマはその2ヶ月後に休止した。1442年2月3日、モレアス先生校、テオドロス2世の娘エレニと再婚し、間に2人の娘を設けた。また、ジャン2世には愛称マリエット・ド・パトラとの間に、初出の息子があった。 諸子ジャックは1456年にニコシア大司教の聖職を授けられるが、とてもその任に耐える素行の人物とは言えず、宮廷の自重を殺害する事件を起こして、大司教の位を剥奪された。だが、ジャン二世は後に、ジャックを大司教に服させている。王妃、エレニとジャックの中は賢悪で、両者はジャン二世王に対する影響力をめぐり、競い合った。 1458年にエレニが死ぬと、ジャン2世はジャックを後継者に据えようとしたようだが、それが実現する前に死亡した。ありがとうございます。